今回もたくさん本買ってしまいました。Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です、今日もですね、最近買った本と、あと結構前紹介したやつでも読み終わったものがかなり増えてきたので、ちょっと感想を簡単にポン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 と述べていこうかなと思います。その数なんと12冊になってきます。まあ金額で言ったら多分2万円ぐらいになってくるかなと思いますので、ぜひね、皆さんのこう興味に合うような、まあビジネス本、自己啓発本がほとんどなので、本選びの参考になったらと思います。じゃあ早速行きましょう。まずね、お金系の本を結構買っていったと思うんですけれども、まずこちら、1億円稼いでいる人は何をしているのか。この本はですね、なんかこうお金系の本を結構私読んでるんですけど、こう億っていうところってまた、1000万とか2000万とかっていうところとまた桁が違う、こうお金持ちだと思うんですよね。なのでそういう人のこうなんか考え方とかって何が違うんだろうなって単純に興味が湧いてきちゃって、で本を買ったりとかしてたんですけれども、この本はですね、どちらかというと億っていうよりかは、今こうサラリーマンとかしている人とかが副業とか、なんか新しい自分の仕事を始めようとしている人がね、こう読むといいかなというふうに感じました。というのも結構良かったのが、なんかそのどういう商品を売るといいのかとか、例えば価格競争が起こらないような位置に行くんだったらどうしたらいいのかとか、あとこの物の売り買いはこういうサイトでできますよとか、そういうのは良かったですね。まあノウハウの売り買いとか、あとクラウドワークスとか、そういうフリーランサーがね、やる時にどういうところで案件を取ってくるといいですよとか、そういうサイトがこう箇条書きで載ってたりとかしたので、なんかそういうのを知らない人向けかなっていうふうに思いました。億を目指すっていうのは、私のイメージだとある程度も自分の企業とかで成功していて、何百万とか何千万とか稼いでるんだけど、その次のね、億に行くまでに頭打ちになってる人とかのあれかなと思ったんですけど、どっちかっていうと多分まず初めの一歩踏み出したいっていうような感じの方向けだったので、まあそういう方はですね、気軽に読んでみるといいかなと思います。副業始めたいよとか、独立したいよとかっていう人、まあ夢がね大きい人とかに向けての本かなというふうに感じました。ちょっとタイトルとのミスマッチがあったっていうような感じでしたね。まあでも、結構学びはそういう方にとってはある本かなと思います。でこちらのね、年収1億円になるためのノート、これもねまた、同じような億っていうところをターゲットにした本なんですけれども、まあ、これもですね、面白かったのがノートっていう風に書いてあるだけあって、まあ、こういう知識でこういう風ですよっていうのを書いてあった後にワークがあって、このメモ帳みたいな感じでそこに書き込めるようになってるんですよね。でこちらの、五道さんの、本ですね、五道さんってちょっとこういう感じで、珍しいと思うんですけれども、この五道さんの、本は私他にもね買ってて、そっち結構昔やって良かったんですよね。で改めてこれ見てみたらですね、これもなかなか面白いなと思いました。ただこうなんて言うんだろう、自分のこう人生にさまよっている段階の人に読んでもらうといいかなと思います。例えばあなたが貯金していた10万円を使って自分の成長とか進化につながる経験に使うとしたら何に使いますかっていう、その10万円をまずは自分の成長に使うとしたら何に使いますかっていうところがワークとしてあったりとか、そのじゃあ体験から何が得られますかっていうところが書いてあったりとかするので、なんか普段そういうのってなかなか考えないよ自分だとっていう人にとってはすごくこう新たな視点を提供してくれるかなと思います。なんか自分の貴重な時間を他人に捧げないとか、年収1億円の人は友達がいないとかね、結構面白いその話が、載ってるんですけれども、この辺は本当に結構よくある、まあそういうお金持つの人の習慣とかね、そういう本にもね書いてあったことなので、私にとっては既存の知識がまとまって載ってるっていうような感じでした。なので、まあそういった本を読むよりかは簡潔に済ましたいなとか、ワークとか一緒にできたらいいなって思う人にはもうドンピシャな本かなとは思います。ただまあそういう、なんて言うんだろう、お金稼いでる人が周りにいて、そういう人の話を聞くことがあるっていう人に関しては、まあその人が言ってるようなことが書いてあるっていうような感じなので、まあやっぱね、飲み会って大体そういうお金持つの人って愚痴の言い合いだから、時間とお金の無駄だから行かない人が結構多いんですよね。私もちゃんとね、そういう風に断れるようにそういう話を聞いてからなったんですけれども、まあそういう風になんかちょっとこう自分をなんか変えたいなとか、そういうお金持ちの人って何がどういう風に行動してるんだろう、こういう時どうしてるんだろうとか知りたいっていう人にはね、いいかなと思います。まあ、私のおすすめはやっぱり前買ったこちらのお金に好かれる習慣っていうのが、こう一人の体験のエピソードだけじゃなくて、もちろんそれも載ってるんですけど、いろんなこう科学的根拠があることとか、結構理にかなってることが書いてあったり、分かりやすかったり、図とかイラストとかがあったので、結構前買ったこれね、重宝していますね。
なんでね、私が思い描いてたようなものっていうよりかは、まずこう0から1にしたい人に向けてね、この2つはいいかなと思います。もうすでに数千万自分で稼いでるよとか、仕事も自分でしてるよっていう人には、正直多分この2つは合わないかなと思うので、そこは気をつけてください。で、もう一つ、これもねちょっと前に買ったんですけれども、これインスタ大全っていう本で、なんかこういろんなインスタ系の本私も読んできたんですけど、やっぱこういう SNS 系の本って、まあ、男性が書いているっていうのもあると思うんですけど、こうなんか自分の好きよりもやっぱりこう相手のニーズをね大事にっていう本が多いじゃないですか、押し出してる。でもちろん相手のニーズも大事なんですけど、そもそも自分にとって何も興味がないことやってても続かないので、やっぱそこもね大事だよっていうところを言ってるのがすごく私は気に入りました。でこれも本当に何だろう、書き込んだりとか、自分のターゲットはどんなワードを検索しとか書いてみましょうとかね、そういうワークチックなものとかも、ページの中にあるので、なんかゼロからこうなんかちょっとインスタのアカウント見直したいなとか、ちょっと自分のインスタでなんかこう集客につなげたいなとか、なんか自分のビジネスやってるんだけどインスタであんまりねうまく活用できてないんですよとかっていう人はね、あの一回読んでみると何かもしかしたらヒントがあるかもしれません。まあ成果ねまだ全然出てないんですけれども、まあ一応続けてね、もうちょっと様子見ないとやっぱ SNS って成果が出てくるまでに時間かかるものもあると思うので、ちょっとねやっていってます。ぜひ皆さんもねインスタの方、あのよかったらフォローしてください。インスタは結構割とこまめにストーリーも更新しています。で次がですね、こちらのクリエイティングマネーなんですけれども、これね多分前も買ったよって紹介したと思うんですが、なんか中身のこう感想とかレビュー言ってなかったと思うんですけど、まあこれもねなかなか面白いです。結構ちょっとスピリチュアルチックな、内容になってくるので、そういうのが苦手な人は向いてないかもしれないです。ただまあちょっとそういう系でも大丈夫だよっていう人にとっては、そのアファメーションみたいな、まあこれを言うっていうところまで書いてあるので、なかなかそういう本ってないと思うんですよね。そういった点がねいいかなと思いました。でレビュー見たらね、これ読んで実際にこう稼げたっていう人とかもいたみたいだったので、まあ、ちょっと私もね実践して楽しみにしていこうかなと思います。でまあその宇宙の力がどうかとかっていうのは私もわかんないですけど、ただこれを考え方とか、こういうここに書いてあることをちょっとやってみるっていうのを、まあ、ちょっと恥ずかしいけどやってみることで、お金に対する自分の気持ちが変わったっていうような感じがしました。やっぱりお金がないとかあったとしても、焦りとか不満とかってつきものだと思うんですけど、そういったところで自分の心とちゃんと向き合ってお金について考えれるような本かなと思いましたので、スピリチュアルのその人も見たくないっていう人は多分ダメだと思うんですけど、まあ割と大丈夫だよっていう人にとってはまだね結構いける一冊かなと思います。で続いてがですね、まあこれ結構良かったですね。知名度の上げ方、あの令和の虎に出て見える竹内光一さんですね。この方が著者の竹内光一さんっていう方なんですけれども、1年で1万人のファンを作る法則っていう副題がついてるんですけれども、で正直私も YouTube とかも長年やってきて、 SNS とかもまあ仕事でやってるので、こういう本とかやっぱり読んできたんですけれども、まあ、結構ある程度すると、まあ、YouTube の上げ方とかサムネイルはあの文字を少なくとか、もうありきたりの内容しか書いてない本が多いんですよ。だけど改めてそんなねいろんな本読んで、私もやってるっていう身で読んでみた結果、これ良かったですね。私も知らなかったような知識とかもあって、例えばコメントとかは1日後に返信すると再生回数がまたその人が見に来てくれるから、また一回プラスになるらしいんですよ。で、同じ日にコメント返信しちゃうと、それがカウントされないとかね、知らなかったみたいなね、情報が書いてあったので、だから皆さんのコメント、私、一日経ってからね、返信するようにしてると思うんですけれども、ぜひね、一日経ってもね、またね、返信したら見に来てください。っていう風にですね、とにかくファンを作るっていうのは今、経営者の人も大事だし、芸能の仕事とかやりたい人にも大事だし、まあ、何をするにも SNS のフォロワーっていうのはもう全世界で注目されている要素、まあ、お金と並ぶくらい大事な要素、重視されている要素だと思うので、ぜひね皆さん、そういうの気になる人は読んでみてください。でですね、続いてがこちらです。この坊主っていう人が書いている大喜利の考え方ということですね。まあ、大喜利皆さんご存知だと思うんですけど、私の動画の中でこう話をしてる時に、なんかこうありきたりな内容を喋っちゃったら多分皆さんもつまんないんだろうなと思って、そういうちょっとこう、おおこれはすごいって、大喜利ってそういう風に思うところがあるじゃないですか。あなるほどとか、あうまいなみたいな、なんかそういうような喋りができるようになったらなと思って、ちょっとこれ読まさせていただきました。でこれなんかね、どっちかっていうとちょっとX か、今 Twitter じゃなくて X でしたね。 X 向けというのか、そういうところがありましたね。普通に大喜利を読んでて面白いっていうような感じのところが多かったです。うん、なのでまあ大喜利の紹介があって、この大喜利はこういうところが良かったですよみたいなね内容でした。自分の頭を柔らかくしてくれるかなぐらいのね感じで読むと面白いし、まあそういった意味ではね、何かこう感化される部分があったかなと思います。まあ、コツも書いてあるんですけど、なんか自分ってやっぱりそういうのって実践してみてようやくものにできると思うので、こういう風に大
喜利って使っていくと面白くなるんだなっていうのはちゃんと書いてあるので、まあ、それを自分で実際にやってみるっていうところまでできたら多分この本がちゃんとね身になるんじゃないかなっていうふうに感じました。なのでこれはねワークとかはなかったので、ぜひね自分でそれをやるっていうのがね大事になってくるかなと思います。で続いてがですね、あのダニエル・ピンクさんのこのね The Power of Regret ですね、振り返るからこそ前に進めるっていう本なんですけど、まあ、ダニエル・ピンクさんはね本当に秀才というか、こういうフリーランスとかが活躍する世の中になるっていうのをもう何十年も前からね予想、何十年か分かんないけど予想してた方なので、もうあのなんていうの、説得力がありますよね。で今回のテーマは、まあ、リグレット、後悔なんですけど、まあ、後悔ってやっぱり良くないイメージじゃないですか。私もなんか後悔しないように生きようとかってすごくよく聞くし、私もそういう生き方をしてきたし、で実はこのダニエル・ピンクさん、後悔はいいことだと言ってるんですよね。なぜかというと、後悔するからこそ次に同じ失敗をしないようにしたりとかっていう風に次に活かせることができる。ただそれを後悔だっていう風に自分で認めないと、そこを蓋しちゃうからまた同じ問題起こるよねっていう話とかがね、あ、なるほどっていう風に思いました。よくねすごい人とかのインタビューで、後悔は私はないですとかって言って、おーすごいみたいになってるけど、実は後悔こそそれを受け止めることの方が大事だし素晴らしいよっていうようなことについて、もう一冊丸々ね語られてるような感じだったので、今の話に興味がある人にはぜひね読んでほしいかなと思います。なかなかその後悔についてなんて人生で考えることなかったと思うので、何かしらねやっぱり皆さんこう後悔するようなことって絶対誰でもねあるとは思うので、それに対してどういうふうに向き合っていこうかなとか、もしかしたらあれ私後悔していることだったんだなとかっていうふうにね新たに何か気づくこともあるかなと思います。これからの自分の人生の生き方とか、そういう見方を変えてくれるような貴重な一冊になるかなと思います。そして、こちらもですね海外の著者の方で、ミリオニアマインド、前でちょっとあの紹介したかなと思うんですけれども、まあ、これもねちゃんと読み切ってですね面白かったです。まあ、割とあのお金に関するそういう本、自己啓発とかビジネス本とかに書いてあるようなことが結構載っていた気がします。まあ、その中でもマインドについてですね、特にで、ただまあ学ぶところがなかったかって言ったら別に全然、ありまして、なんかこうより確信にしてくれたっていうような感じに近いかなと思います。私が好きだったのは、例えばその大抵の人はお金持ちになれたらいいなって漠然と考えている、金持ちになりたい、絶対金持ちになるって心に決めている人って少数派であるっていう、この一言って結構全てを語っていて、まあ、みんなよくこう宝くじ当たったらなとか、まあ、それはお金あったらいいなって、多分もう100人中99人ぐらいがそう思ってると思うんですよね。それはないよりあった方がいいなとか、でも実際に常にもうそのこと考えてたりとか、もう私は絶対お金持ちになるっていう人に、私も確かに人生であんまり出会ったことないなと思ったんですよ。で、そういう風に言ってる人って実際に億稼いでたりとかするんですよね。ってことはやっぱりそういう風にもう自分は絶対稼ぐって決めるだけで、そういう風に稼げるチャンスが増えるのかなと。そもそもそういう風に思ってない、まあ稼げたらいいなぐらいだったら、そういう風になれないんだなっていうところを気づかせてくれる本かなと思いました。だからもしかしたらこの本を読んでね、本当に人生すごく開花して人生変わってしまうっていう可能性もあるんじゃないかなっていうような本でした。まあ、私もね本当に読んだばっかりなので、まだ全然なんですけれども、まあ、今後ね成果が出てきたらいいかなというふうに思います。そして、続いてですね、このダイコさんの本ですね、毎日うまくいく人の意外な解決法、まあ、ちょっと前の本で、まあ、これもねまた前紹介したかなと思うんですけれども、結構これ非常に分かりやすくてシンプルで、まあ、ダイコさんのことあんま知らないよっていう人にとってはすごくおすすめの本だったので、ちょっとねまた、こちらの動画でも挟んでおきました。まあ、これ結構前に出てた本なので、最近ダイコさんってこう何かテーマがあって、そのテーマについて一冊本出されたりとかするんですよ。昔はですね、ダイゴさんは一問一答みたいな本とか、結構ザックバラなジャンルについてまとめた本とかっていうの結構出されていて、これどっちかっていうとそっち系の本なんですよね。なんでこう浅く広くいろんな知識知りたいって方には結構いいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとそれをね付け足したかったんですよね、前の感想に。で逆にこう何かのテーマについて知りたいっていう場合は、多分最近出た本おすすめかなと思います。で続いてこちらですね、新薬引き寄せの法則、まあ、これもね結構読み始めて、まあ、分厚いんですけれども、まあ結構面白かったです。なんか初めの方はちょっと私もこれ大丈夫かな大丈夫かなって感じでめくってました。あのちょっとスピリチュアルすぎないかなっていうのがすごく心配だったんですよね。あのスピリチュアルすぎるとなんかこうね信じられなくなっちゃうタイプなん で、ただあの、まあ、初めの方は飛ば
ばしてもらってもいいかなと思いますが、なんか途中から結構いいこと言ってるなっていうのが出てきますね。ニュースとか見るとやっぱりこうハイジャックとかそういうのを計画している人だけじゃなくて、あこういうのにあったらどうしようって恐れてる人も結局そういうハイジャックっていうところを頭の中に考えてしまって、そういうのを引き寄せてしまう恐れがあるよと。だからもうそういうの悪いネガティブな要素って一切見ないようにしましょうみたいなこととか言ってたりとか、まあ、そういう引き寄せの法則について、まあ、いろんなクエスチョンを解決してくれてる本になってるんですけれども、まあ、確かになって実際にそういうニュースってその宇宙の力とか引き寄せの法則とかじゃなくても、ネガティブなニュースを見るとですね、なんかたくさん物を買ってしまったりとか誘惑に弱くなるっていう傾向は科学的にもね証明されたものなので、なんかやっぱそういったところで、まあ、理にかなったことを一応言ってるのかなっていうのを感じました。で結構引き寄せの法則についての動画が私のチャンネルでも評判がいいというのか、皆さん見たい動画かなと思うんですよね、なのでちょっと引き寄せの法則についても私自身がもうちょっとね、もう知識をどんどん増やしていこうかなっていう風に思っていて、でまあ学んだことが多いかなと思ったけど、とりあえず買ってみました。でこれもねまた結構いい内容あったので、その辺動画にしてねまた発信していけたらなと思います。やっぱ引き寄せ系皆さん好きなんですね。スピリチュアルすぎるのはあまりって感じですかね。その辺どうなんだろう、スピリチュアルも OK ですかね。まあ、科学的根拠とかそういう潜在意識とかそういったところだったらね、結構私もそういう経験たくさんあって、自分が経験してるとやっぱり信じざるを得ないっていうのかあるし、まあ自分の考え方で人生が変わるんだったら、それは考えるだけだからリスクないじゃないですか。だからまあやってみる価値はあるんじゃないかなと思ってね、こういう風に皆さんに普及してるんですけれども、まあその辺ねもうちょっとこういろんな動画ね、バラエティ豊かに引き寄せ系の動画をね出していけたらなとは思っていますので、楽しみにしててください。そしてこちらですね、最近出た本なんですけれども、無双のメンタルっていう宮崎直子さんの本なんですよね。宮崎直子さんといえばですよ、鋼の自己肯定感っていう本、覚えていますか？前ね動画で紹介させていただいて、まあ直子さんはシリコンバレーっていうアメリカにね住んで見える、今は住んで見える方なんですけれども、結構私もアメリカにいたこともあって、こう日本人の考え方とアメリカ人の考え方って結構違ったところが面白いんですけど、そういった話とかも出てきて面白かったんですよね。で今回の無双のメンタルはですね、まあ、前回よりもちょっとかなりこうまたね違った視点というか、今回は特にこの他人の評価から自分を守るっていうところをテーマにして一冊丸々書かれているって感じです。なので自己肯定感上げるっていうのはもちろんなんだけど、それでもやっぱり他人の評価って、まあ、仕事でも評価されたりとか、こういう SNS でもいいねの数とかで評価されたりとか、もう他人の評価って目に入ってくるような時代になってるじゃないですか。だからじゃあどうすればそれと向き合っていけばいいのか、どういう風にそれを捉えればいいのかについて書かれています。でこちらの本なんですけれども、直子さんの方から検討していただいて、ちょっとこれ動画にしていいですかって聞いたらね、いいよって言ってくれて、了承もね得れましたので、また多分これはこれで動画にねさせていただこうかなと思っています。気になる人いますか？ぜひ楽しみにしててください。あ結構ね本当にね面白いなと思いました。あこういう考え方とかこういう、表現の仕方もあるんだっていうのをねすごく勉強になりました。そして最後がですねこちら、この本は皆さん見たことあると思うんだけど、この文庫本っていうのは最近出たばっかりですね、先月出たばっかりですね。いやー文庫本でこれはね買ってもらうといいかなと思います。文庫本なんで980円っていう風にめちゃくちゃ安いんですよ。これ普通の本のサイズのやつだと確か2000円ぐらいしたと思うんですよね。2000ちょっとかな。で、こちらなんですけど、かなり分厚いんですが、孫正義さんについて彼の人生をもう目の当たりにしてこう映画でも見ているかのように書いてあるんですよね。それがすごい面白いんですよ。彼も別にすごく初めから裕福な家庭とか財閥に家庭で生まれたっていうわけじゃなくて、おじいさんおばあさんが、韓国から日本に来られて、まあ、いわゆる在日韓国人として、育ってきた方なんですけれども、まあ、当時はねやっぱりいろんな大変なこともあったと思うんですが、そこからどうやって今のソフトバンクグループを作り、今の世界の孫さんになっているのかっていうところが、もうすごくね、なるほどってこういう人だったんだっていうのがすごく面白かったです。またこれはこれでねすごく勉強になったところもあったので、その孫正義さんをテーマにしてなんかちょっとね分かりやすいこう動画とか撮りたいなというふうに、彼のその知識とかこうテクニック行動力とかっていうので何か私たちの人生で学ぶところないかなと、自分も孫正義さんの要素をちょっと入れてみたらどういうふうに変わるのかってやっぱり気になりませんか？なので皆さんの人生で使いやすいような、知識をですねうまくレビューできたらいいなと思って動画作ってますので少々お待ちください。ということでですね、今回もたくさんの本、こんだけですね紹介させていただきました。まあ、たくさん本は読めばいいっていうもんではなくて、いかに本から、学んだこととかを自分の人生に使っていくかの方が大事かなと私は思っていますので、まあ、全然ね一語一句読まなくてもいいかなと思います。気になる本があったらそこのね本を読む前に自分はこの本を読んで何をしたいかっていうのは明確に浮かべていただいて、それで本を読むとですね
その答えが見つかった瞬間、もうその本はね、買った価値があるかなと思いますので、ぜひね、皆さんも、まあ、たくさん読めばいいってわけじゃないんですけど、やっぱりいい本にね、出会ってほしいなと思ったので、この動画が参考になったらと思います。ということで、私のチャンネルではこのように、今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本、まだまだ紹介していきますので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。あ、じゃあ概要欄には私が本100冊以上読んだ知識をまとめたような講座とか、2025年の7冊帳をまだまだ半分使えますので、よかったらね、そちらも見てみてください。では皆さんも素敵な本に出会いますように。See you!